まあここまでネズミパラダイスになったらもうマジでそりゃ一周回ってね、もういじめだろこれは。ちょっとゴミ漁った。20ダークドル、オッケー。80ダークドル、お、なんか新しい出方したな。避けるか、くたびれたか。お、これ逃げれば勝ちだね。オッケー、初見殺しだな今の。ただおわわしにが効かんぞえ。あー、まだ他人か。これは純粋に相性が悪いな。で、魔法でスリープミスト。一気に逃がせるのが強いな、ノエルは。素晴らしい。ゴミを漁った。CD ベーグル見つけた。オッケー。よく捨てられてんな、かわいそうに。ん？お、ちょっと？なんか来るぞ、これ。あ！ノエル、どうしてクリスと一緒にいるんだい？これはその、私たちが停戦することにして。停戦？クリスト？はあ、はあ、そんなのありえない。なぜなら、それでは、二股停戦になってしまうからだ。え？安心したまえ、我が、同士に乗えるよ。君は本当に言いたいことはちゃんとわかってるよ。そうなの？目に付き合わされているけど、君は本当に乗り気じゃない。そうだね。君が今、クイーン様と一緒にいないのは、そういうわけなんだろ？バードリー、わかってくれるの？ああ、もちろんさ。君は無理やりクリスに付き合わされている。クリス、お前は誘拐犯だ。お前と僕の停戦はここまでだ。ノエル、君は傷つけたくない。でもこれは君のためだ。まあ、待って、話を聞いて。お、再びか。2戦目があるんだ。こいつと。顔芸といい、なんといい、なんか、性格悪くなった、さ、アンダインみたいな感じだな。ぶっ飛んではいるけども。別のぶっ飛び方。ノエルに頭流しちゃう。クリス、さっきのパズルはまぐれで解けて調子に乗っているな。あ、え、強くねそれ。何その技、むず。イラついて IQ 値スカウターを握りつぶした。あっ、 IQ 値スカウターなのか。よし。バードリー様の天才的頭脳の前では自分なんか、やめてバカですというふりをした。アークリス、君のように能力の低いのを倒すのは心を痛むよ。僕の夢につけ込めば僕を倒せる。ついそう思う。僕の、間違えて、わからん。夢よかった。これは避けれるで。こういう弾幕は得意。オッケー。よし。よし。どういうふりそれ。どういうふりだ今の。だが僕はお前が一生かかっても手に入れないものをいろいろ持っている。見よ、同志たちよ。おお、結構強いな2000は。さすがに OK で魔法でスリープミスト。そうともクリス、お前と違って僕には頼れる仲間がついている。お前一人では到底僕らにかないはしない。どういうことだ、あいつはどこへ。危ない、早いな。うわ、やばい、かなり難しいぞこれ。よし、仲間は消えた。うん、きっとクイーン様と一緒に僕を探しに行ったんだ。黙れクリス、何も言わなくてもとにかく黙れ。オッケー、騙されるな。オッケー、なんか避けれるようになったわ。オッケー、バカなフリー。いや、さすがに賢く。よし、別の仲間を呼ぶ。そんな必要ない。さっきのやつらはすぐに戻ってくる。よし、あ、やばい、いくらなんでもちょっと難しいか。
よし。で、魔法。エンドアクション。バードリー、私を助けてよとしてくれてありがとう。いやいや、俺には及ばないよ。心配いらない。すべて計算通りさ。よし。賢く。よし。くらえ、クリス、超、ん？刑罰の湿布。進化してるんだよな。ああ、壁にすりつけるように動いたら、ちゃんと、動くんだな、ちゃんと。いい感じに。あ、おっと？You win。くそ。バードリー大丈夫？クリス、もうちょっと優しくしてあげてもよかったんじゃ。優しく？は、ははは。イージーモードにしてやったのは僕の方さ。でもそんなにヘトヘトになって、自分のフルパワーを抑えるためにくたびれただけだ。どういう、これでは君を救うのは楽勝すぎる。クリス、君はもう少し力のステータスを上げてきて、気がまめ。精神すれば、いつの日か僕の相手をできる程度になれるかもしれない。え、時々自分のかっこよさが怖くなれるわ。バードリー、私の顔面に竜巻ぶつけてきた。す、待て、今、すごい顔面してたぞ、今。一瞬、ちょっと飛ばすのまずいな、ちょっと。今、やばい顔面してたような気がしたんだけど、気のせいか。二つ目の路地。そろそろなんか、ん？通行止めになってんの？おっと。ノーエルちゃん、どこ行ったの？こっちに来る。あ、出た。一緒にバッテリー液パイを食べましょう。あら、クリス、ちょうどよかった。あ、爆発した。あんた、ノエルを見なかった。クイーン様、僕の華麗なクイーン様。うわぁ、ギガやば、ランク。クリス、早く乗って。あ。クイーン様、どこですか？クイーン様のために僕はゲーマーゼリーパイを作りました。ふむ、ここにはいないようだな。ふぅ、間一髪。クリス、それ誰？私の顔面認識ソフトでは識別不能けど、なんかちょっと独特な活かしてる。っていうか、むしろロボット的。クリス、ノエルを探しましょう。みんな乗って。お、クリス、方向機で操縦できます。おお、なんか始まった。あ、なんか始まったぞ。おっと、おもろ。ないかな、いつも、検索してる。ノエル、せっかく車にぶつかり放題なのに。ノエルは、多分別に、ウェイト！クリス、バナナ拾って！なんと。カリウムゲット！どういうこっちゃ？待って！おー、じゃあ実況者殺しやめてくれ！同時に同じ二つのことできっこねえよ。わー、ギガ勘弁！渋滞してるじゃない。さてはまた、道路に犬が乱入してきたわね。クリス、ちょっと横断歩道のボタンを押して。サクッと降りて、道路の反対側に行くだけだから。ん？あ、ちょっと待って、どういうことこれ。どういう状況。マジでなんか、一周回ってきめえな、なんかこれ。じゃあ、私も一緒に。ダメ！あんたはここに残ってもらうよ。私の自作ミックステープ、全曲聴き終わるまで。はい。クリス、急いで。お、きめえな。きめえわ。おっと。え？なにこいつ？なにこいつ？はい、みなさん。うん。こんにちは。わたくしです。す。みんな大好き。ナンバーワンセールスマン。一回。なにこいつ？スパブトン G スパブトンです。なんか、え、スパブトン？なんか、
あれみたいだな、なんかメタドンみたい。お、あんたひょっとしてライトナーで、ですね。寂しい夜に一人ぼっちですが、友達みんな構ってくれないか。あんたベトベトスライブキモいから、売り上げ右肩下がりってか、ゴリ箱の中で暮らしてますか。そんなハート寂しいあんたにスペシャルオファー。なんかキメえこいつ、なんだこいつ。人生のコントロールを失ったなら、運命の糸を掴んで手繰り寄せることです。しがないスポンジとして 4.99 ダークドルの人生、いやいや、いきますか。それともビッグビッグビッグになりますか。今がチャンス、あなたもビッグに。どうすればなれるか。必要なもの一つだけ。それはリンクは削除されます。気になりますね。リンクは削除されました。欲しいでしょね。そんなあなたに朗報です。手に入れる簡単、私に見せるだけ。あなたのハート型のあれ、あの、え、あなた、あなたライトなアークでしょ。あなたの光見せてなんぼでしょ。え、怖い怖い怖い、なにこいつ。ビッグになりたい、そこのあなた。スパムタン。え？冗談？これはすごい。すごっ。あんた、そんなハート型のあれ初めて見ました。手にやっつけました。三角セールの DVD のように。あんた、とってもお買い得、アルマス。結構です。不正解、不正解です。不正解、不正解、またどうぞ。お住まいの地域は、え、キモいキモいキモい、なにこいつ、なにこいつ、なにこいつ、キモいキモい。強い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 、なにこいつ、キモ。持ち帰れるのがいいエンジです。スライムくん、こんなお買い得、あんたの弾け飛ぶチップな虫けらサイズ人生で一度き黒豆を送金してください。何こいつ、うわ、怖い怖い怖い、何これ、ダイソン。いやでもこれは避けやすい。オッケー、大丈夫です。罰は当たりません。大丈夫です。罰は当たりません。え、怖い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 、こいつなんだこいつ。信じるか信じな、私も勝手はビッグでしたが、それよりも今はこれ一つ、一種を見せてください。ちょっと謝った。何よこいつ、怖い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 、何それ、君ゲロ入ってきてる、何よこいつ、君。そうです、お金、話は違います。私セールスマソ、お金の旅じゃない。 F1OS お二人、どういうこと、うわ、あーね、商談、私が欲しかったのは自由。私の商談、商談、自分で舵取り。そして時は朝っぱから、リンクは削除されました。ねえ、もし憧れる、あなたもなりたい、ソムタみたいに商談に乗りなさい。どんな持ちかけだ、ありがたら受け取る、それが大人のものだ。エルフ、なんだこいつ、きちょいきちょいきちょい、うわぁ、こわ、なにこいつ、なにこいつしか言ってねえな、さっきから。いいから商談、それすごい、素晴らしい。いや、なかなかガッツがある。私の一応にガツンと一撃、エルフ怖すぎるんだが、
怖すぎる。商談、安心ください、商談保険ご用意しました。しかも保険がさ、おお、ん、マジでわからんわからんわからん、こいつ何、怖いんだけど、やばいやばいやばい、頭おかしいわこいつ本当に。商談、あ、持ってないの、持ってないのか、ゲソ生、ああ嘘だろ、はあやめ、笑い死ぬ、やめて、殺さないで、いや別の商談を、ヘルプ、やば、こうか、ヤシの商談、安心ください、私誠実、あんたの口座情報と裏面に記載の番号、これそれだけくれ、そしたらな、いらない、まさ、まさが、まさにビッグ、私と同じく、やけそ、でもわ、欲しいものは分かってる、そうでしょ、豪華商品、素敵な独身100名様ご来店、ご来店者様、そしてもちろんリンクは削除されました、最後の商談です、乗りますか、目があった、乗る、では商談成立です、お買い上げありがとうございます、おお、なんか持ってかれた、では次の手順ご説明、私は手作りショップのアドレスで待っています、ショップ世代値はゴミ捨て場合にならないの終日のため不足、ただし一人で切り、ただし最後に大事なこと、いいねとチャンネル登録をして、さらにはリンクを削除されました。お、ゲット、なんだあいつ、え、待って、え、なんか、え、普通に怖いんだが、え、え、なんかスパム等になってるこれ、ポスターは、こういうことな、 OK、乗って、何だったんだ今の、クリスノエルを探します、ハイビーム、ハイビームつけて、このクイーンシグナルを見たらノエルはすぐに駆けつけてきます、どうしてそこまでしてノエルを探すんですか、どうしてって、この街は危険だからに決まってるでしょ、とかあので、壁にめり込んで動けなくなったりとかしたら大変よ、壁の不足で弱って、しまうわ、じゃああなたはノエルのことを心配してくれてるの、このまま見つからなかったら心配ね、どうしてノエルなんですか、あの子は弱いから簡単に原木にできる、そうでしょ、はは違います、略略、あ、なんか強いから、え、強い、クリス、車止めて、どうかしたんですか、ふぅ、いやいや、したわ、いつまで経っても爆発しないから、ここはあれ、だって、ちょっと待って、いつまで経っても爆発する前提で乗ってたのかよ、ここから歩きで、一旦お別れしましょう、クリス、ノエルを見かけたら、あの娘に、娘に伝えて、私はノエルの好きなものを完全に把握しています。証拠を見せろと言われたら、これを、クイーンのミックステープが大事なものに投げ込まれた。ではでは、うん。なんとなくだけど、もうすぐこの街を抜けられる気がする。行こう。ああ、車が。車きれいな、なんか。さっきはヒヤッとしたね。不思議な世界、大きな街、信じられないようなことばかり起きて頭がぐるぐるする、ん、またパズルかな、そっちを歩いてみる、見るね、 D、 E、 D、 Eぐるぐるするっていうのは悪い意味じゃないんだ、
私知らない場所へ行ってみたかったの。実際お姉ちゃんがね、いつか連れてきてくれるって。こんな風に光が溢れてる場所へ、みんなで仲良く探検しちゃうね。4人ともまだ小さかった頃、お墓の裏の森を冒険しました。結局何も見つからなかったけど、私怖くてずっと泣いてた。なんかクライマックスだな、なんかなんとなく。でもね、あの夜のことはないつ今でも懐かしく思い出すの。お姉ちゃんがアズくんの割りをね、ナムを拭いてくれて、シナモンの香りがする。ちょっと待って、はいはい、その時私こ、ちょっと待って、あー誰か安心してる、ちょ、はいはいはい、ああ、私変な子、でも知ってるのはクリスだけ。なんかずるいな、クリスは変な子だな、みんな知ってるのに。お、なんだこれ、ボール投げゲームだ。お祭りみたいになってんの。ボール投げゲームしかねえじゃねえかよ。でもボールがボール投げゲームしかねえじゃねえかよこれ。どうしよう、戻ってきた。ちょっと見てて。やるでしょう。商品は、ね、あ、はい、あーやった。あ、でもやっぱいらないわ。本当はいいやつなのかな。はあ、どうだミラか。あ、あー、スージー、あれは戦うためのものじゃないってば。お前が決めたんだ、決めんな、見てろよ。あ、クリス、おう、クリス、俺の新しい攻撃技見てくれよ。少しだけ癒された。あ、攻撃技、回復技。へへ、どうだ、回復マスターの爆弾だぜ。あ、スージーこそ真の回復マスターだよ。あ、ラルセンに闇の言い方教えたのは間違いだったな。あれ、クリス、それは何、誰からのプレゼントかな。一度もなかったのに、私クリスさんまた昔みたいに、あれ、あれって、あれ、これって今私がクリーンさんに、あげたぬいぐるみ、なんで返金してほしいの、どういうこと。何、ちゃんとはっきり言ってよ。え、ノエル、なんでそんなところにいるんだよ、チートかよ。その、うん、まあ無事でよかったけどよ、クイーン野郎に触られちまったから何気に心配したぞ。あれ、お前クイーンの手下になったんじゃなかったのかよ。え、違うの、話を聞いて。どうしよう。そう、そうなの、停戦、クリスが仲間に入ってもいいって。え、そうなのか。まあクリスがそう言ったらな、お前殺すのは気が済まなかったしな。じゃあとっとと列に変わるよ。あ、うん、それとクリスはね、私の定位置はスージの後ろだって、まあ、クリスがそう言ったなら、よし行こうです。もうちょっとこれ、ちょっとパーティーが、どうなんだろう。なんかね、そう、三角関係が気まずい。これ見てクリス、またマルティーカップだよ。カップが3つしかないね。誰か2人が、じゃあ階段で上がるしかねえな。やっぱそういうパターンか。あ、こういう階段、なんかマリオ、そう、マリオ&ルイージ RPG みたいなやつで、そう、あったんだよな、なんかそう、ラスボス一歩手前になんかあったような気がする、こういう階段。伝わらんか、それはさすがに。トイレ行きてえな。
トイレ行くか。いやでもセーブポイントないんだよな。待って、あの電流をオフにする方法私分かったかも。このスイッチに乗ってずっと乗っていればいいんだよ。へえ。よし、じゃあな。え、待って、私置いてかれるの。クリス早く戻ってきてね。最強の攻撃は回復魔法を見せてやるよ。で魔法、ちょっと使えねえんだけど、やべえ、でかすぎて TP 使えなくTP100% 使うのはやばい。使おうと思ったけど、どういうこっちゃ。3が1の割合で一応3が入ってたよ。置いてかないで。なんだ、おお、いいね。お、おっと、弾幕放ってきたな。よし、あーからん、危ない。真下に受けるのは危ないな。お、まずい。まずい、ちょっとあれ逃げたな多分。よし、ん、ノエルは、ごめんなさい、こんなに近くで花火見るの初めてだったから。さっきの弾幕のことか。なんだよ、怖くねえのか。あ、うん、怖いかな。多分怖いからじっと見入っちゃったのかも。ん、どういうことだ。意味深すぎるよ。おう、よし、こういうことな。あーね、なるほど。よし、オッケー、こういうことやな。オッケーオッケー、なるほど。オッケー、なんか、ん、20匹延々に終わんねえぞ。じゃあみんなで弁当したらどうかな。あ、私がネズミを放すから、上まで来たらスージーが風船を割って、クリスにはキャッチする役をお願いしてもいい。それじゃあスタート。あった、こうか、なるほど。よしよし、いいね、よし、終わった。ちくしょう、こんなに減るのか。まずいな、集中してやらないと。おい、ほ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 い、最後の一個、オッケー、よかった。はは、ざまびろ、クソネズミ。数字楽しそうで何よりだよ。まあこれはパズルやんのも悪くねえな。ノエルやるじゃねえか。分担とかよく思いついたな。え、まあ、あ、ありがとう。え、お、次は俺の宿題やらせてやるよ。いいの？いいんかい。それはいいのかよ。で、すごいな。オッケー。あ、バケツか。バケツ返却口ね。なんか起こりそうやな、これ。お、え、なにこれ。え、待って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 。こんなのある。え、どういうこと。見て、泉まであともう少し。あれはクイーンの館だよ。え、待って、ここへ来ちゃったら私。クエス、ノエルを連れてきてくれたんだね。やっぱりあんたと私は最高の転生メイト。
でも残念ながら、これでクリスとの停戦メイト関係は解消です。ノエル、こっちへいらっしゃい。でも私、ノエル、一度しか言いませんよ。一度だけ何度も永遠に言います。こっちへいらっしゃい、こっちへいらっしゃい、こっちへいらっしゃい、こっちへ、こっちへ。でも、ノエル、迷っているの？じゃあ私、わかりやすく、プログラミング的に説明してあげます。もしも、ノエルがクイーンの言うことを聞かない。全、その場合は、とある鳥が、とある鳥が、三匹の川に流される。え？バードミーが？クイーン、スージー、ごめん。みんなと もっと一緒にいたかったけど、バードミーが使っているなら、危ない目に合わせるわけにはいかない。残すは最終ステップのみ。クイーン様、素敵うらしいクイーン様、やっと見つけた。そこら中の中古ゲームショップは探し回っておりましたよ。あら、ノエルちゃんどうしたんだい？なんだ、微妙な顔して。オッケー、プラン B です。え？何するんですか？どうやらノエルの意志は力ずくで解放するしかないようです。ノエルの顔をロボットに改造すればいいかしら？そんな話が違う。僕が協力すればそんなことはしないって。ウソ変数、トゥルーに設定。二人で天才。約束したのにこんなのフェアじゃない。では、ここは部屋に行きましょう。みんな公平モード発動。うわあ、やっぱりそうなるのかよ。おい、さっき調整しておいた、おいてよかったわ。どうして信じていいって言ったじゃないか。自分はゲーマーだからって。バードリー、私はモバイルゲームしかやりません。嘘だー私の計画実行をあんたらのうち一人に手伝わせます。その一人とはノエルのことです。あの子たちは自分の部屋に行ってなさい。土壇場で裏切ったな。あれ、僕は、あれやだ。あんたまだ行ったの？俺は4つしか作ってなかったわ。ああ、どうしましょう。困ったわ。わからん。